鬼と人との果てしなき戦い。そして現代京都の町、ごく普通のその少年は1200年の時を超える。救いの巫女となるために。どうして戦うの？何の罪もない民が苦しめられておるのだ。私は守りたいのじゃ、この国の平安を。救いの巫女よ、オロチ守りたい。自分たちの都合でこの世から消してしまいたいものにつけられた名前、鬼。わかんないよ、どっちが本当かなんて。この地を守りたいだけ。あなたの力が必要なの。今こそ全ての悪の源である鬼どもにとどめを刺す時。そんなに戦いたいの？戦いたいわけないじゃない。自分を信じ、自分が信じたいと思ったものを全力で守る。僕は全てを終わらせる。鬼神殿。